ムーンライト新州は、ムーンライトシリーズの一つである。当列車は、かつて、東日本旅客鉄道が主に、新宿駅松本駅、品野大町駅、白馬駅間を中央本線、篠ノ井線、大糸線経由で運行していた、臨時夜行快速列車である。本校では、中央本線東京駅塩尻駅間で運転されていた、夜行急行列車、快速列車、 普通列車の遠隔についても記述する。2002年12月1日ダイヤ改正で運転が開始された臨時快速列車で同改正で廃止された急行、アルプスの代替としての役割も担っている。なお、2018年の年末を最後に下り、列車の設定がなされておらず、上り列車も2018年の諏訪湖、花火大会臨時列車を最後に設定がなされていない。 臨時列車であることから、下り列車は主に多客機に運転された。通常は81号で運転されているが稀に91号として運転される便があった。かつての利用客は登山者やスキーヤーだったが、近年は青春18切符利用者が多く、終点の白馬から大井都線を北上して、糸井川より日本海中間線に乗り継ぐ乗客と松本駅で、 長野方面に向かう乗客、さらに手前の塩尻駅から中央再線直通列車に乗り継ぐ乗客に分かれている。特に塩尻駅での中央再線への乗り継ぎは、ムーンライトながらの座席指定券が取れなかった乗客が東京から名古屋方面へ向かう代替ルートとして知られており、同列車が運転されない日の指定席券は瞬時に完売することもある。上り列車は、 定期列車であった急行、アルプス時代から利用が少なく、2010年より年2回上、諏訪駅近くで開催される、諏訪湖最古城花火大会の実施当日シニアに運転されるのみである。このため下り列車の運転日には、長野総合車両センターより、新宿駅まで回送列車が運転されることが多い。2010年から2017年は90号と続行列車として、 山梨県内の停車駅を増やした92号が運転された。2018年は90号のみ設定された。全車両座席指定席を採用。183.189系。幕張車両センター所属 C 編成でのムーンライト。新州道場編成のグレードアップ普通車かつて各機は給料で、グリーン車を連結し、普通車もグレードアップ車を中心とした。 幕張車両センター所属の新編成も投入されて、いたが2008年春のダイヤ改正以降は幕張車が中央ライナーから撤退しており、現在は原則長野総合車両センター所属の普通車6両の N 編成で運転される。E257 系2007年8月15日はムーンライト新州92号として運転され、松本車両センター所属のアズ採用 e 2 5 7系1 1行編成が投入された。これは通常重当される幕張所属の183系が臨時安佐号で運用され、車両が不足したため、2008年3月28日の81号、2009年かきと2015年かきの一部、列車は E257 系9両で運転された。E351 系2008年の諏訪湖、 花火大会でも例年通り92号が運行されたが E351K12 両編成が投入された。午後に下り臨時スーパーあずさで松本へ送り込み夜にムーンライト新州に重当した。2015年2016年の諏訪湖花火大会に伴う臨時90号新宿業も E351K12 両編成が重当された。2002年7月に 東京駅穂高駅間で快速、ルンルンマイハマとして運転を開始。同年12月に、ファンタジーマイハマ都市、下りが夜行列車、上りは昼行列車として運転された。183.189系の6両編成で1号車が女性専用車両である。2008年9月13日14日に、横浜線開業100周年記念として、臨時快速、ベイドリーム。 横浜号が、磯子駅、桜木町駅、松本駅、白馬駅間で運転された。2019年8月16日9月7日に上、諏訪新宿間で、上り列車のみに運転された列車で、松本車両センター所属の E257 系給料編成が使用された。2018年まで運転されていたムーンライト新宿90.925の後継である。 ウエスはの時刻は8月16日運転と9月7日運転とで異なるが新宿期の時刻は同じである。停車駅はムーンライト新宿90号と同じくウエスは小淵沢甲府大月八王子立川新宿である。この他にも富士見駅山梨市駅で運転停車をしていた。なお2020年は新型コロナウイルスの影響で 諏訪湖花火大会の開催が中止となったため、設定されなかった。中央東線では1993年12月まで、主に登山客向けの夜行普通列車が設定されていた。夜行列車上諏訪行き、ありがとうございます。